カイドウの西村リリーです。モダンリリーで簡単にマスター行く方法を紹介します。このキャラ本当に簡単で、釜振っとけばいいんですよ。釜振って突進、釜振って打撃、釜振って投げ、これだけで簡単にマスター行けちゃうんですよね。 JT とかいうクソキャラ使ってマスター行けてない人は考え直した方がいいんじゃないかなと思います。とりあえず釜当ててラッシュして、駒なりしてください。一発目は必ず当たるんですよね。ダイヤまでならジャンプとか無敵技で切り返すっていう考えになるまですごい時間かかるんですよ。なので投げまくってください。たまに内打ちしてくる人いるんですけど、それでも投げてください。この駒投げのダメージが大きくて、変なことするより投げてる方がダメージ取れるので投げてください。あとリリーの SA3 は投げなので知らないでガードすると通ります。駒投げ通る相手はリリーのこと知らないので適当に話しても当たります。友達とカスタムするときも投げてください。クソゲって言ってくると思うんですけど、ホンダの話にすり替えとくと、ホンダ最低だなってなってる理由は許されます。もし女の子と対戦するときは投げないでください。モテないです。たまーにマスターのサブアカっぽい人と当たると思うんですけど、そういう人は3回くらいで避けてきます。1回でも避けられたら打撃と突進しまくってください。ガードとかパリし始めたなと思ったら投げてください。OD コマ投げは慎重な相手ほど通りやすいので前へ捨てから投げてください。相手のキャラにもよるんですけど、基本ゲージ雑に使っていいです。ゲージ管理しなくてもダイヤまでは大丈夫です。チャックコンドルウィンドウは唯一コマンドで覚えておいた方がいいと思います。インパクト釣れる時ありますし、フェイクにも使えるので覚えた方がいいんじゃないかなと思います。風を無理に溜めようとすると被弾することがあるので、投げの後だったり対空の後、距離がある程度離れていたら安全に溜めれるんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。モテたい方はチャンネル登録した方がいいと思います。はい、すいません。はい。